松下 IMP ビルは大阪市中央区の大阪ビジネスパークにある商業ビルディングである。IMP はインターナショナルマーケットプレイスの略。1990年3月に竣工。パナソニックの関連会社であった MID 都市開発運営で正式名称は松下 IMP ビル。高さ125.0メートル、地上26階、地下2階建て。商業施設は ツイン21と一体的な運営を行っている。ビルコ有の郵便番号は540から 63XX。1階から3階は商業施設が中心。その上はビジネスビルディングとして使用されている。松下 IMP ホールは2階にある多目的ホール。床面積は642.96平方メートル。 客席は857席で、すべて稼働式で、うち最前部156席はスタッキングチャー。講演会、展示会、コンサート、演劇、格闘技など様々なイベントに使用されている。闘ビル生誕の地界には、建設時に将来の地下鉄乗り入れを計画して作られた駅舎の一部となる構造物が存在する。 しかしビル春工6年後の1996年に開業した地下鉄長堀鶴見緑地線大阪ビジネスパーク駅ではビルの直下に新たなホームが建設されたためこの構造物は駅舎として使用されず幻のホームとなっているこの幻のホームについては2010年8月11日放送の読売テレビ関西情報ネット10でも取り上げられた 松下 IMP ホールに関するカテゴリー、ありがとうございます。